お疲れ様です。ラットです。というわけで、今回のクラッシュロイヤルやっていくんですけど、なんとね、今日もこちら使っていきたいと思います。で、今ね、嘘じゃないです。このデッキで、僕27連勝してます。はい。履歴見てもらえればわかるんですけど、で、これね、別のデッキなんで違います。はい。27連勝してます。はい。マジっす。なんで、あとね、3連勝すれば、なんとグラチャで12勝3連続プラス、30連勝です。はい。これはね、行くしかないよねっていうので、ちょっとね、緊張してるんですけど、これやっていきます。で、今日ね、一応焼き鳥が横にいるんでね。一応ね。はい、横に、まあ、僕集中するんで、まあ、ちょっとね、まあ、若干喋りながらぐらいでやっていけたらいいかなと思います。いや、これ負けたらな、マジ、泣くわ、本当に。マジで。積み上げてきた27連勝。27連勝が。このためにってね、30連勝動画を出すために僕は頑張ってきたみたいな。まあ、ないですけど、うわぁ。うわぁ、ひら。ひらか。怖いですね。今のトレンディーなカードやん。ヒーラー最近増えてますね。ヒーラー神器、ヒーラースケラ、ヒーラー、まあそんな感じですね。あ、エリゴレだ。エリゴレだね、これは。エリゴレはちょっといいんじゃない？いや、全然そのデッキ知らんから、なんとも言えんけど。で、このデッキの弱点は、ラバーは別にない。ラバルガゴガゴなんですね。ガゴガゴが系がしんどいですね。とか、まあ空ですね、でもやっぱり。うん。で、陸が来てくれることには、僕はすごい嬉しいんですよね、もう。ライディがちょっと打っちゃいますか。打っちゃって相手の対応してきたのをポイズンで処理するんじゃなくて、まあマスケで回収してかな。これちょっと入りますね。タルババさ、ね、タルババポイズン咲いてるから、うん、でもまあ多いなあ、マジ多いんだよな。オッケーオッケー。でこれを回収して、でここでエリゴレ来たらボーポイっすね。まあ相手勝ったと思ってんのかな、なんか喜んでますけどね。これもこれだけでね、美味しくいただけますね。ああ、これはいいボーイ。で、アドですね。で、これの濁念、アイゴレに濁念つけて、スケラ打って、はい。おわ、俺、でーすグッドゲーム。あ、恥ずかしい。ああ、こっちも同じことしちゃったやん。まあでも、ここでボープ使ったら、小屋も残りますしね。ここちょっとね、これ多分耐えます。いや、これはいい演目。いやー、28連勝、来ましたねー。まあまあ、エリゴレワンチャンで持ってかれるからね。徹底したいですね、ボーポイ。あとは、多分高めマジアチャ。マジアチャがいないかもしれないですね。いたら、まあ、マスケで射抜きたいぐらいですけど。諦めてくんねえんですね。まあまあまあ、28連勝かかってるんでね。いや、本当に強いんですよ、これ。マジで、なんかタイトル詐欺とか思われるかもしれないんですけど、本当なんすもん、僕にとっては。まあ、やっぱり、人によってね、感覚違いますから、感性がね。僕にとっては最強なんで、別に僕何も嘘ついてないですからね。僕にとってなんで、皆さんにとっては知らんすからね、言っちゃうと。めっちゃ言うやん。僕にとっては最強なんでね、ほら。もしもし、もうここの小屋だよね。あー、もう強い。ボーポイは濁念いないんで、無理してする必要ないかなって感じですね。しかも左側もタワーダメージ受けてないんで。いやー、小屋強えな。やば。いや、もう余裕っすね。全然食らってない。いやー、ほんとに。最強っすからね。よし、28連勝っすね。まあ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 、ここが余裕ですね。いやー、このね、もう僕はね、今、グラチャで12勝とかどうでもいいんですよ。無敗が大事なんですよね。まあね、この、ここで負けたら、ここで負けたら、この動画。はい、28っすね。3、20、うっきた。お、早い。マッチングが。29勝目をかけて、29連勝目ですね。したいと思います。いや、なんか、普段、クラロやってて、緊張あんまないんですけど、8000大会より緊張してるかも。そんなに8000大会よりも、マジで、と一周ぐらい本当に緊張してますね。で、これ、ババカヤを置きません。最初に。置いちゃうと、なんか、ここに置いちゃうと、逆サイの攻め、工場とかホグとか、なかなか止めれない。1個上にすると、止めれるけど、ホバとかマジアチャで射抜かれる。で、低めに置いても攻撃されたら終わるっていうので、初めに小屋を置かないっていう選択肢がすごい大事ですね。へぇ。これあるあるなのが、これで雪玉咲いた瞬間バルーンとか飛んできて積むっていうのがあるあるなんですね。ああ、あんま自分だから動けたくないんですよね。そう。ああ、ワンチャン落ちてんのかなっていう、この若干の希望があったんですけどね。ベビーか。ベビーはわかんないですね。いっぱいあるからな、ベビーのデッキは。うん、ビビタル、スケラかな？スケラっぽいっすね。いや、スケラこれしんどいんすよ。やばい。
遅延スキラは、いやー、来たー、これだーこれだこれっすね、僕が勝たなければいけない。でもこれは、これ、ボーポイさせます。オッケーオッケーオッケー、うん、ここはプラン通り。そうすると、次の相手のスキラをダクネでも守れるし、ボーポイでも守れるし、ババクが3日置けるんで。で、これを、オッケー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 。これは美味しい。オッケー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 。よし。さあ、で、来たら、ベビースキラ来たら、まあ、オッケー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 。今、ポイズン使って、ボムタワーっていうサイクルなんで、うわぁ、ちょっと。お、これは合わせます。これスキル打ってタル来て延命します。もう知ってる、オッケー。おー、いい。で、このダクネが多分竹取ってくれます。いや、いい、ババ前行け。お前らは人質した、お前ら人質したで、お、待って、ババ入る。オッケーオッケーオッケー。おー、いい、めっちゃ使ってる。うん、めっちゃ使ってますね。で、右が対空いないんで、まあベビー受けにもなりますし、攻めにもなるんで。で、あのボムタは高いんですよ、位置が。射抜きたいですね。タル使った。オッケー、ちょっと射抜いてもいいかな、なんとなくね。壊しつつで、ボーポイもあるんで、僕はね、焦って攻めポイズンしなければ流ればいい。今日のラッティン静かでごめんね、勝ちたいのもう勝ちたいのよ、本当に。何でもいいからとりあえず勝ちたいんだよ俺は。ガチやからな。うん、これもね、ここで打つことによって防衛ポイズンさせるんですね。で、ここの高めマスクで、あのボムタワー壊したいけど、多分マスケに行っちゃうかな、あんちゃん。あ、いい。お前、裏切んなよ、お前。やばいやばい。で、左側壊れなくなったんで、補給でしょ。補給して、オッケーオッケーオッケー。え、なんか、やばいやばい、よくわかんない試合してるけど、まあいい感じですね。で、問題が3倍タイムの攻め取るのがちょっと怖いですね。遅延スキラ3倍入ってから強いからな。いや、鬼強いんですね。で、これもう単体で打つだけで多分相手は苦しいんですね。間違いなくね。お、ポイズン。お、温存。温存系来たら一回ちょっと攻めますね。温存系来ましたね。で、僕はボープで使えばいいんですよね、正直。コストちょっと無駄になるのが怖いですね。これボープいらないっすね、しかも。相手攻めっぽい打ったら打ったら困るんですね。相手も打ちたいんですけど、僕もどっちを攻めたらいいかっていう、すごい。で、これアイスイズもベビーされてるんで、これちょっとうざいと思いますね。ないと思う、されたボーっぽい。で、僕は最後攻めすぎなければ負けない。で、このマスキをしっかり残しつつ、ここは相手ね、はいい、取るね。丸裸みんな。オッケーオッケー。え、ちょっと待って、何も面白いこと言ってない、ごめん、本当に本当にごめん。でも今日は許して、こういう日もあるからね。やべ、扇風使った、扇風使ったらもう攻めないといけないね。ふう、で防衛させてしまえば、オッケーオッケー。俺もう負け筋減らすからね、もうオッケー。おお、29連勝、ふう、やば、強っ。いや、そうなの。しかも、昨日の動画を見てくれてる人は分かると思うんですけど、昨日も12勝無敗なんですよ。まあ言ったらね。あ、グラチャレだけで連勝してます。グラチャレだけで。なんで、グラチャレで多分、なんか6勝ぐらいから始めて、それを12勝して、次0から12勝無敗で、また今0から12勝無敗しようとしてます。いきます。結構すごくない？いや、普通にすごい。偶然じゃできないからね、30連勝は。いやー、お願い。これで、たまにグラチャレでいるのが、なんか、よくいるんですよ。ジャイガゴガゴバルーンフリーズとか、ラバルガゴガゴフリー、なんか、ヤンマメとか、なんか、そういうのがね、来て終わるみたいなね、オチも面白いんですけど、いらないんですよね。ここまで来たらな。ここ、でも僕あるあるなんですよね。こう、来るんですけど、最後負けちゃうみたいなね。最後の一回ね。最後のね、大事なところでね。ここで負けるっていうオチが、まあ、いらないっすね。あん時のリベンジやな。よし。とりあえずね、マッチングもないんで、ちょっと眠たいですね。なんか、最近寝た方がいいっていう話を聞いて、なんか、
やっぱ夜10時から2時に寝るには寝てるのが一番いいらしいですね、皆さん。なんでで睡眠は7から8時間がいいっていう話を聞いたんで、まあ、理想は10時寝の、まあ朝6時起床とかかな、朝5、6時起床なんですけど、まあ強そうもう寝てない、もう1時2時ですからね、寝ないといけないんで、これ勝って気持ちよく寝ます。うわーやべ、サイクルやべ、これ今なんか来たら詰む、回します、ロイホグの可能性あり。うわ、 クロスワンチャン、いやクロスはね勝てる、俺の PS なら。あれだ、今のとこテス、あれ、あのクロスだ、遅延テスラ、うんだと思う。いやこれね勝てる、絶対勝てる、絶対。あのクロス、テスラクロスもあるじゃないですか。スキラの弱点ってクロスだったんですよ。でもババコヤでクロス受けれるんですよ。で回転早めなんで、正直テスラクロスでもなんとかなる。え、ちょっとタギがわかんない、ここに行って、オッケーオッケー、ファイブとか来んなよ、よしよしよし。でババはちょっと怖いっすね、オッケーオッケーオッケー。いい。でこれを繰り返して、もうスケラ打つターンっていうかなれば僕絶対勝てるんで、問題は小屋を置く位置がむずいっていう確かに高めに置きすぎてもね、防衛クロスでやられるから。なんで攻めクロス置かれるまで置かないっていう。ああ、なるほど、新しいですね。めっちゃ難しそうだけど回すの。おぶえー、これ竹取れんかったら終わりっすからね僕こっちちゃうね、ボーボー張りたい。あ、ちょっとやばい、待って、ミスとかも。いや、まあまあ、間に合う間に合う、ババ早く、これまあボーボーいっすね。うん、で、ちゃんとターンにダメージ入れます。これこれちょっとやばいっすね、なんかもっとね、いい感じにいけるんです。あ、2倍タイム、こう、オッケー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 、逃げ切りたい俺は。いやこれやばい、来るっすね。オッケーオッケーオッケー、後ろから。これはもうあれっすね、ポイズンとで逃げ切ります。オッケーオッケー、殴っていい。あ、もう殴った、殴ったらワンチャンポイズンいらないな。オッケーオッケーオッケー、うん、オッケー、ふう、え、ごめんね、絵が地味でいやでも怖いけどな、人生ぐらいかかってるか今。いや怖い、俺も怖いんだよね。あっ、結局いいで、怖いからお前生まれろ、生まれるのか生まれないのか、どっちなんだいみたいなとこあるよね。多いな生まれすぎなんだよなそこまで求めてないんだよね別に。そろそろダクネスケラしたかった、やばい。おぶねー、怖え、マジで怖え。あ、待って、そっちだけ取ってんのか。で、タイプレイクワンチャンロケット怖いですね。ちょ、ここ壊して、テスラ突破して、オッケーオッケー。来た、チャンス。これ絶対ダクに、あれが来るんですよ。逆かな、アイスエース、オッケー、アイスエース入ってバルキリー咲くでしょ、咲くよ。うめえ。来る。言うて、いやこれ攻めていいな。オッケー、いやダメージ入る、ダメージ入る、ダメージ入る。オッケー、いいダメージ、いいダメージ、いいダメージ。あとは守れるかよ。守る守る、インキャインキャインキャ得意。俺任せろ。オッケー、え、これだってさ、もうポイズンゲージしていいんじゃないっていうぐらいね。うん。なんか高いしな、あの位置。これどうする、ボーイクロス壊す？いや壊す必要ねえな今。次のクロスにポイズン飛ぶ今な。うん、で緊急動してるからあんまダメージ入らないけど、スペル稼ぎでもう小屋でイモればいいんで僕はね。うわ、やべ、雪削り、いやでも、え、これさ俺らが早くね、ロケットだとあと4周ぐらい必要だよね。うん、俺これスキル打ったらやばい、こえスキラで一発も入んなかった時よな。やめろよそういうこと言うの出たる、お、やべ、怖い怖い怖い、いや大丈夫、今日しよう、いや、やばい、マジでいってる、いや、エンターテイナー、エンターテイナー、ラッティン。ラッティンはエンターテイナーです。本当に怖いよ。え、ちょっと待って、もう止めて、待って、待って、マジやばい、マジやばい。いや、小森が。いや、好き一発入ったけど。雪玉蹴んない。入るか？
入る入る入ってる入ってる。きたー30連射危ねー危ねー、ちょっと待って、エンターテイナーとか言ってる場合じゃねえわ、ほんとに急にギリギリに危ねー、きた、これマジで30連勝っすね、やば、ほんとにそれはきたやべえな、え、これ待って、どんだけ記録残せるかゲームですよ、これはもう次の動画50連勝か40年1回40年刻んでくる、はい、いや来ましたね、なんで今12勝3連チャンですね、やば、いや来ましたね、いやマジで強いんですよ、本当に僕嘘ついてないですからね、本当にはい、なんで皆さんもねちょっと使いこなしてくださいって感じで、今日はね、まあ、解説とかあんまなかったんですけど、このね緊張感がちょっと伝わったんじゃないかなと思いますね、はい、楽しんでもらえたらね嬉しいなと思います。というわけでチャンネル登録、焼きチャンネルも貼っておくんで両方ね、はい、ぜひお願いします、コメントもね高評価もねよろしくお願いします。では皆さん何連勝ぐらいいけるかね、予想とかもぜひ書いちゃってください。ではご視聴ありがとうございました、お疲れ様でした、バイ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 。